皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は超参考書マニアによる科学参考書ルート2024をやっていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ではまずルートの全体像を見ていくぜ。まず科学の全容を読むことで掴む宇宙一わかりやすい高校科学、あるいは亀田和久の科学が面白いほどわかる本。続いて基礎レベルから入試レベルの橋渡し、暗記事項が多い無期有期公約に科学解放の焦点。最後に入試問題対策問題集として重要問題集という全体像になっているわ。ではここからは各参考書を詳細に見ていくぜ。まずは宇宙一わかりやすい高校科学ね。左ページに学習事項の説明、右ページが全て図解やえという構成が大きな特徴の参考書で、3冊で1452ページと分厚いように見えるが比較的読みやすい講義系シリーズだな。別冊に準拠問題集が付属しているので学習事項をすぐに演習で確認できるのも使いやすい上評価できるポイントね。問題集にきちんとどこのページと対応しているか明記されているので、紙面を読んだらその対応箇所をすぐに別冊問題集で確認しつつ進めるようにしてほしいぜ。ただ、宇宙一のデメリットとして基礎に重点を置いている分難関大で出る発展的内容まで網羅できていない点が挙げられるわね。そのあたりの部分については亀田の方がしっかり載せてあるので難関大志望者は亀田の方がおすすめだぜ。というわけで亀田和久の科学が面白いほどわかる本ね。宇宙一よりも踏み込んだ内容まで網羅した講義系参考書でありながら、対話形式に図やイラストも絡めつつ基礎からわかりやすく書かれているぜ。亀田は収録問題の質が高いのもポイントで、重要事項を捉えた確認問題は確実に解けるようにしておきたいところだわ。また、別冊付録のデータベースに重要事項と暗記事項がまとまっているので、持ち歩いたりしてすぐに要点をチェックできるのも便利だな。これらの特徴を踏まえた上で講義系は宇宙一か亀田どちらかを各個人によって使ってもらえればと思うわ。続いて問題集だがまずは解放の焦点だな。著者は科学の新研究、新演習で有名な浦部義信先生で、ステップ0から3の4段階構成で、入試基礎レベルまで無理なくレベルアップできる問題集に仕上がっているわ。特にステップ0の図解も含めた要点整理がかなりまとまっていてわかりやすく、宇宙一や亀田データ知識をまとめるのに一役買ってくれると思うぜ。ステップ1はステップ0の内容を確認する問題、ステップ2は少しだけ難しくなった問題、ステップ3は入試問題を分析して作成した入試基礎レベルの問題となっているわ。また、講義系と解放の焦点は同時進行で進めるようにしてほしいぜ。講義系をやって、対応した部分の解放の焦点を進めるイメージで学習を進めるようにしてほしいわ。この2種類を完成させれば、日東コマ線の問題、さらにはマーチ、地方国公立大の優しい問題までは正解できるようになるぜ。そして解放の焦点は新課程に対応していないけど、エンタルピーなど追加部分については学校配布あるいは教科書収録の問題で補うようにしてほしいわ。そもそもリードアルファやセミナーなどの問題数の多い問題集を全て入試までにこなせるよという人は全然それらを使ってもらって OK だぜ。この動画で解説している解放の焦点はそれらが厳しいという人にぜひ使ってほしいわね。続いて新課程2024実践科学重要問題集科学基礎科学だな。A 問題、B 問題の2段階構成となっているど定番といってもいい問題集で、全国の入試問題から両問を精選し、最新の入試傾向もバッチリ反映されているわ。何気に付属している小冊子入試直前整理も便利だぜ。そして重要問題集はそこまで解説が丁寧でないというデメリットを抱えているんだけど、YouTube で無料で見られる解説動画をアップしてくれている方がいらっしゃるのでそれを使えば大丈夫だろうということで今回はルートに入れたわ。そして重要問題集をどこまでやるかという話だが、地方国公立、マーチ、カンカン同立の志望者は A 問題までで OK だぜ。それより上の総計や宮廷大などを目指す場合は B 問題までやってほしいところね。重要問題集の B 問題までやれば過去問に入ってもらえば OK なんだが、時間がある場合はこの後講述する問題集を追加してもらえるといいぜ。特に東大や京大、東工大、医学部志望者は重要問題集の B 問題で満足することなくさらにいろいろな問題を解くようにしてほしいわ。ではここまででとりあえずこなしてもらいたいルートについての解説は終わりだぜ。ぜひ参考にして科学の勉強を頑張ってもらいたいわ。では続いて先ほどのルートをこなした後、あるいはやっている途中に追加してもいい参考書を解説していくぜ。まずは科学の新研究ね。1896ページと非常に重厚な参考書で、教科書内容を完全に網羅してとにかく詳しく解説しており、難関大入試で求められる深い科学に関する理解や、他の参考書には載っていない応用事項について知るのに適しているぜ。総計や宮廷以上の志望者は重要問題集と併用して使ってあげるといいと思うわ。あまりにも分厚いので全て一から読むのはやめてほしいんだが、論述にも役に立つサイエンスボックスだけは全て目を通しておくのがおすすめだぜ。続いて入試標準問題集科学基礎科学ね。339題と非常に多くの問題を収録しており、用語や公式が確認できる確認問題、入試で一番出やすい標準レベルの重要問題、難関大の問題や特に難易度の高い問題であるレベルアップ問題の3段階に問題が分かれているぜ。そしてこの問題集の特筆したポイントは自分の目的に合わせて優先して解くべき問題を選ぶ機能が充実している点で、3段階の難易度、豊富な問題数に加え、タイプ別問題リスト、使い方区や、厳選77問、問題チェックリストが用意されているわ。重要問題集を終わらせた後、過去問を演習しつつ苦手分野や品質分野の補強に使うのがおすすめだぜ。総計や宮廷の問題よりは若干優しめなのでこの後解説する両問や新演習の方が総計、宮廷大対策にはおすすめだわ。続いて標準問題成功だな。科学の有名講師である鎌田先生と橋爪先生の協調で作られた問題集で、難関大入試において合否の分かれ目になるぐらいのレベルの高い問題を厳選収録した非常に解説の詳しい問題集になっているわ。
早慶や宮廷大の死亡者は重要問題集に加えて標準問題成功までやっておけば科学の実力は盤石になると思うぜ。また、標準と銘打っている割にはかなり歯応えのある問題が多く鎮座しているので、きちんと重要問題集は固めた上で取り組むようにしてほしいわ。続いて科学の新演習だな。進化定番に改定されたことで解説ページと問題数が増えパワーアップした難関大入試対策の定番問題集で、星の数で分類した3段階の難易度、中高で詳しい別冊解説が持ち味だわ。使用者は早慶と宮廷の死亡者になってくるが、重要問題集の後に全てやれる人はかなり少ないと思うので、有機化学だけやるなど品質分野や苦手分野を補完的に演習するようにするのがおすすめの使い方だぜ。論文を一冊全てやるか新演習をつまみ食いするかは各々残された時間などから判断するようにしてほしいわ。続いてここで差がつく有機化合物の構造決定問題の要点演習と有機化学演習だな。いずれも有機化学特化の参考書で、構造決定問題の要点演習は文字通り有機の中でも構造決定に特化した問題集となっているわ。問題数は16問、116問と対照的な2冊だが、いずれも前半は有機化学における重要事項を整理できるパートになっており、後半でその知識の使い方を学んでいく構成だぜ。大学入試の科学においては学校で習うのが遅いこともあって、有機化学の出来が合否に直結してくるので、このあたりに手を出して有機をがっつり固めておくのはかなり有効策だと思うわ。どちらかというと万人にお勧めできるのは問題数の少なさと解説のわかりやすさを加味してここで差がつくの方だと思うぜ。続いて世界一わかりやすい京大の科学合格校だね。1995年から2020年の京大の入試問題から京大入試に対応するための基礎力をつけるのに有効な要問を精選、収録した問題集で、得意での前提知識、問題条件を整理した思考のキャンパスというコーナーなど全体を通して非常に解説が充実しているぜ。ただ基礎力をつけることを重視しているため、京大の難問対策をゴリゴリやりたいという人にはコンセプトが噛み合わない点に注意してほしいわ。だが解説が充実しており、要問が多いので京大志望以外の受験生でも全然使ってもらって OK だぜ。最後に共通テストクロスシリーズ、科学実験資料の考察問題24ね。見慣れない実験や題材、問題形式、資料を扱う問題や思考問題にフォーカスした強手対策用の問題集で、共通テスト科学で高得点を取るのに欠かせない長めの文章から条件を読み解く問題やグラフを書いて考える問題の練習ができるぜ。また、解説が非常に詳しいのがこの参考書の特徴で、解法、どんな現象が起きているのか、現象の説明、思考回路、問題を解く手順などが図解やイラストとともにフルカラーで非常に詳しく解説されているわ。共通テストで高得点を目指す場合は問題数も少ないので共通テストのみ、二次試験までを問わずやっておきたいぜ。そして最後に共通テストのみでしか科学を使わない人向けにルートを解説しておくと、講義系は宇宙一、問題集は解法の焦点と共通テストクロスという感じだわ。宇宙一と解法の焦点で基礎を固めて、クロスで強手独特の問題演習で仕上げるという感じになっているぜ。共通テストクロスの後は過去問や各予備校、出版社から発売されている実践問題集に取り組んでもらえれば OK だわ。今年もおそらく新たに各予備校、出版社から実践問題集シリーズが発売されると思うので、発売されたらおすすめの実践問題集について動画を出せればと思うぜ。それまではまずは共通テストの過去問4年分に取り組むようにしてほしいわね。時間があれば追試までやっておくといいぜ。また、センターの問題もある程度は共通テストの対策に役立ってくれるので時間があれば取り組んでみてほしいわ。では今回の動画はここまでだな。改めてこのルートを参考にして科学の勉強、頑張ってほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。